おはようございます。朝ですね、撮影は。そうですね、久々に、はい、ザ・ファットアッターの菊池です。林です。なんか久々なね、動画撮るのね。そうですね、うん、久しぶりですね。なんか3月忙しくてさ、はい、沖縄行ったり。そうですね、ね、ついに暖かくなってきたんで、やりますか、パナマの話を。お願いします。あの前回、マニアックなサハラさんとの動画お楽しみいただけたかなと思うんですけども、まあね、業界関係者からマニアックすぎるっていうね、話を来てはいるんですけども、まあ僕らがね、日々どういうことをやってるかっていうのをね、垣間少しぐらいね、お見せできたかなと思いますので、この後後編もありますんで、ぜひぜひご視聴いただければと思います。今回はそんな、パナマを使った、商品解説動画だな、はい、やってきますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ前回の動画でも話してたんですけど、なぜうちが別注したかっていうのを分かりやすく説明すると、これが通常流れているパナマの包帯で、こっちが当店が今回別注した、包帯。見て分かると思うんですけど、大きさがね、これ陰影使ってんじゃないかと思われるんですが、黒を思いっきり出しようか。でも分かるぐらいね、素材が大きいっていうのは分かると思うんですよ。でこれなぜ大きくしなくちゃいけなかったかっていうと、当店のハットは高さが 13.5、 ブリムが9以上の商品が多いので、そもそもレギュラーで流れている素材ですと足りなくなっちゃうんだよね。頭から先に取られてブリムが後についてくるんで、ブリムが5センチとかね、4センチとかに足りなくなっちゃうので、思い切って今回は別注した大きい素材を作る必要があったっていうのが本願だね、はい、本心だね。そうです ねっていうところで別注して、で今回はグレードもグレード3、グレード8、グレード20っていう3種類用意させていただいてますので、ぜひぜひ店頭に来ていただければ、その目のね、細かさとかの比較もできると思います。じゃあそんな、今回別注したパナマの一番最上級のグレード20で、作ったものが今回の商品解説だな。はい、そうですね。今回の商品解説として、当店の一番最上級にエントリーしているワイズマン、今回はグレード20で作るのがベストでしょうというところで、グレード20でワイズマンを作りましたので、商品解説をしていきたいと思います。まずは素材、今もお伝えした通りグレード20、わかるかな、細かいよねこれね伝わればいいんだけどなね、ティアドロップで、じゃあまずディテールからいこうか。ディテールとしてはこれは、オープンクラウンで作るんだよな。そうですね、うん、パナマをオープンクラウン、フェルトと同じように丸頭で作るんですよ。でさらにそれをハンドシェイプでティアドロップにしていくんですが、これね、帽子業界の方だったら分かるんですけど、パナマとか夏のストローハットをハンドシェイプで作り上げるって前代未聞じゃない？そうですね。なかなかないよね。なかなかない。やっぱり最初からの木型になってる、とか金型にストローハットっていうのはこう型入れして沿わせていって成形するっていう作り方なんですけども、ね、オープンクラウンのハンドシェイプって聞いたことないよね。聞いたことないですね。を、まあ、無謀にもチャレンジしたっていうところなのかな。ただ意外とできちゃってね。そうですね。うん、ね、ティアドロップにできちゃいまして、
ね、かっこいいよね、この四角の形とかね、このスクエア型、後ろもちゃんとスクエア型ね、伝わるかなって感じか。で、リボンは38ミリのヴィンテージリボンをいつもの通りチョイスしてますに、パイピング、パイピングはこれは何ミリだ、18ミリの、出来上がり9ミリ幅ですねのパイピングを使用させていただいてて、滑りはアイステッチのいつものブラウンに刻印を1箇所、ワイズマン1箇所で、反対側に、最上級パナマ最上級のセブンスタークオリティハットメイクサーマンがフロントに入って、さらに天裏、これですね、天裏がついたデザインになります。ディテールとしてはそんなぐらいかな。そうです ね、 ね、はい、じゃあディテール紹介はこれぐらいに、次はセンチ高さとか、はい、いっちゃおうか。はい、スペックですね。あれある、上下あります。伝えればいいんだけどな、ね、起きた。じゃあまず高さからいこうか。はい、高さが、何かな、 13.5、 高いね、高さ 13.5 です。で、ブリームが8センチのフラットアップだね、はい、ここの高さが 13.5、 ブリームが8センチフラットアップ、やや被った時でアップする感じです。で、これサイズ展開は何センチからいくんだっけ？まあ、55から。55から 60? 60か61ぐらいですね。1ぐらいまでか、はい、これは、はい。素材の限界が来ちゃうもんね、大きいとね。はい、55から61まで対応できます。これぐらい？ディテールは。そうですね。ね、以上がワイズマンの、商品解説になるんですけれども、まあ、次ね、チェアーズパナマだったり、こちらに用意してる、大きい素材を使った新色のチェア、シュガーブラウンというものだったり、ブラック、ナチュラル、これ G8 で、グレード3の方でもナチュラル、ホワイト、シュガーブラウン、ブラック、これの商品も、作っていますので、次の動画とか後日アップしていきますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、はい、なんだっけ、衣替えはいつだっけ、4月17です。何の日だっけ。イースターサンデー。イースターサンデーね、イースターサンデーっていうのを佐原さんに教わったのでイースターサンデーにね、衣替えするのがかっこいいよね、はい、そうですね。っていうところで、もう当店はイースターサンデーからもうパナマとか言いつつも被ってるけどね。また楽しみに待っていていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。